どの体勢からでもあの高飛は出せるんだとアンディ・フグが言ってます。出たー、キャリアの落とし、あっと接近戦だ、クルズバーだ、さあ角田頑張れ、涙と感動の男、しかしこの瞬間に一本負けの誘導になります。技ありを2回取られましたね。1ラウンドで2回技ありを取られました。いきます、ビアゲネス追っていく、アンディ左フック、おっとダウンズくなった、ビアゲネスと、いやすごいラグファイトですね、すごいですね、逃げ打って、アンディフグノックアウト勝ち。アンディの試合面白いですね。アンディらしい、なんか格闘技戦でしたね。さあご覧のような高飛のパフォーマンス、後ろ回し蹴りが長坂のこめかみに鋭く食い込み、ダメージを受けた長坂はファイティングポーズを取ることができなかった。何やられたか分かってないんじゃないですか。あ、そうですか。ローキック、これはスリップ、前方を空を切りましたが強烈です。そして右のローキック効いている、効いている。そして右のハイキック、左のストレート、左のロー、アンディフグかかと落とし、決着は何か。右のローキック、膝がそろそろ破壊しそうだ。もう限界ですね、何もできない。マイクラブリー、マイクラブリー、ここでダウン、既にダウンを奪っています。そしてノックアウト、初の試合を見事ノックアウト。アンディがむしろ防戦一方といった格好、アンディがアンディが追い込まれているか、合わせるか。アンディ高藤選手が後頭部を襲う。アンディ選手向きになってきましたね、これは逆に天田選手にとってはいい。あった、左のミドルキック、ジャパンのサインで、最後のフィニッシュはあのアンディの後ろ回し蹴り。アンディは横に顔を振るか、もっと絞るか、どっちかします。はい、アンディのロス、右のフック取って左のローキック、アンディの素晴らしいコンビネーション、左のストレート、右のゆっくり沈む、左のローキック蹴るようになったんですね。かかと落としは、あ、入ってます、入ってます、入ってます、ボートまで取って左のハイキック、距離を詰めるアンディ、左のボディーブロー、右のフック、タフですね。藤原さん、勝利を確信するアンディ、ここでファイティングポーズを取れなければ、終了間際、素晴らしい左のローキック。
アンディが初めて披露するバックブローが2度にわたりクリーンヒット。同門で手の内を知り尽くしている宮本もこの攻撃を読むことはできなかった。これは K-1 グランプリ史上最短タイ記録となった。もう世代ですね、最初は、ね、仕掛けたんですけども、ね、最初からプレッシャーかけていくと言ってますから、はい、作戦通りなんですけども、コーナーには追い込んだんですがね、青いメドからスピリットローキック、これはダウンか。 C さんが指摘されている。アンディはスタンの左フックに対応する右のガードを出してはいけません。あまり熱くなってください。アンディ強くなってますね。簡単にやられるというかですね、アンディがものすごく強くなってますよね。二度戦っているだけにお互いのこの手の内というのは恐らく刻まれた。おっと、ロークダウンのストレート。今まであまりこのローキック、非常にいいローキック持ってるのに、あまり使ってなかったですよね。あ、消えた、アンディ超えを果たして楽しい試合をお見せできたらと思います。I think to get me down in the first round, but I'd be I think too quick for him. 胸場経験チームで。強いですね。またしても強いです。アンディ対日本人9連勝、大きく目を切りました。やはりこのアンディの壁は高かったのか。It was a very good fight and I loved it and I will never forget it. 完全に心臓が停止してから3回やつはね、3回取り直して待ったんですけど、最後はあのドクターストップが4回目立ち上がろうとしてるんですけど、ドクターストップがかかりました。ファンの皆さん、突然このような状態に私が陥ってしまったことで大変ショックを与えたかと思います。私自身ドクターから症状を聞いたときは非常にショックを受けました。しかし私は自分が今陥っている状況をファンの皆さんに告げることで、ファンの皆さんと共にこの病気と戦っていきたいと思います。
今度の敵は私がこれまで戦った中でも一番の強敵です。しかし私は勝ちます。ファンの皆さんの声援をパワーにしてリングと同じ時のように最大の敵に勝とうと思います。いつの日か必ず皆さんの前に現れたいと思います。頑張ります。オス、アンディ・フグ。